えー、先月の記者会見でお話しさせていただきました区民チームステップ高等が、えー、ソーラーカーレース通過2012でクラス別で4位、えー、総合6位という、まあ、素晴らしい成績を、えー、残してくれました、えー、初めて参戦した昨年の記録は35周を完走し、えー、クラス5位総合10位でしたけれども、まあ、それを上回る うー41周、まあ、これ4時間の耐久レースなんですが、41周という記録と、えー、クラスが1位上がって4位、総合が4つ上がって6位という成績を収めてくれまして、まあ、大変あの感動しました、上位チームはですね、効果系の専門高校や大学、あるいは企業チーム、 が出場しているんですが、江東区の場合には公募による中学生、高校生を中心とし、地域の中小企業のバックアップをいただいて、一から作り上げたチームで、こうした成績を上げたということは、いや、もう本当にすごいことだというふうに思いまして、これはもうどこ行っても胸を張って、 えー、私は報告できる素晴らしい成績だと思っております飛ばす一日乗車券を活用して江東区の観光ポイントをめぐることができる観光ガイドブックを発行いたします、えー、江東区は数多くの飛ばすの路線が張り巡らされておりまして今回のガイドブックには 何度でも乗り降り可能な飛ばす一日乗車券を活用して東京スカイツリーを出発点あるいは終点とした、えー、区内の3コースを掲載しております。これはですねあのテレビで好きであれよく見るんですが「ぶらり途中下車」っていう番組がありますけども。 あれがですね、えー、一つの発想ですよ、1日乗車券は何回乗り降りしてもいいわけですから、途中で降りて遊んで、あるいは買い物をして、また次のバスが来たら乗ると、ワンコインで1日中、どこでも飛ばすで行けるわけですから、で江東区もいろんなあの面白いといろいっぱいあるということで、ですねご紹介しております。 ほ他にも飛ばすの旅に精通されているコラムニストの、えー、泉麻人さ,さんのおすすめコースもご紹介しております、えー、今後はガイドブック内のアンケートはがで皆さんからのおすすめスポットをお伺いしホームページなどで順次紹介をしていきたいというふうに思っております、えー、区内区外特に区外からいらっしゃる方には こうしたたたものをを見ながら江東区を巡っていいだきたいと一日乗車券というのはあんまり有名じゃないですよね、都民の皆さんも。でこれをもっとあの東京都の、まあ、交通局も宣伝すればいいんですけれども、まあ我々地域としてね、こういったことを宣伝しながらそれを活用して、多くの方々が、まあ、スカイツリーを見たらあ、こんなのがある、じゃあ行ってみようということで、区内にお客さんを呼び込もう。 という、まあ、一生懸命知恵を絞ったところでございまして、まあ,あの担当の課長たちもいろんな知恵を絞って、ですねあのこうしたことを考えついたわけです。まあ、なんとかこれでたくさんの人は江東区来てくれればいいなというふうに思います。で例えばですね、あの豊洲の方の新しい方々、住民、新住民の方なんかは、テレビでその町銀座見たことある。 だけど行っったことがないって言うんですよだから、そういった人たちもあのこの1日乗車券ワンコインで,です、ね、区内を巡っていただいて、自分の住んでいる江東区を知っていただくということ、それは区に対する愛着とか、あーまあ、そういったものも生まれてくるだろうし、そうした意味ではぜひ、ねえー、これを活用して、いろんな方を江東区内に、えー、を巡ってもらおうというふうに考えております。 観光メニューの2つ目は、船着き場を活用した舟運、船のですね、船を利用した社会実験についてです。平成22年から墨田区と連携して、舟運観光の社会実験を継続して今、行っておりますが、過去3回の実験では、両区が考えた船を利用した観光プランに、 一般の皆様にご参加いただき、そのご意見をもとにコースや価格、街歩きガイドとの連携などについて検討してきました。今回の社会実験では、船着き場を活用した観光周運の、えー、事業企画を民間事業者から募集し、実施いたします、えー。事業効果などの検証を行い、新たな観光・回遊促進を 目指していいきたいと思います8月20日から9月2日までの第1期は2つの事業者の提案が選定されました。この2つの社会実験については両区のホームページでご紹介しております。現在11月末までの残り3期分の事業提案を選定中であります。この秋には前から申し上げている水陸両用観光バスが あ旧中川あの川の駅にお目見えいたしますえ水彩と市高等ならではの周運観光のメニューを考えてまいりますのでご期待をいただきたいと思います <music> この立川河川敷公園は全長約2キロにわたる公園で開園から約30年が経過しております 現在、スポーツ公園をテーマに順次、リニューアル工事を進めておりますが、昨年7月には、都内初となるカヌー・カヤック場がオープンし、どなたでも子どもからお年寄りまでもが、誰でもが楽しめる施設として親しんでいただいております。これに引き続き、この度の五ノ橋周辺エリアについては、地域の方々の要望を取り入れまして、 子どもが遊ぶ浸水ゾーンと憩いの場として江戸時代をしのぶ日本庭園が完成しました浸水ゾーンには噴水を設置し小川を流して子どもが遊べる空間として整備しています日本庭園はかつて五ノ橋付近で生まれ育った浮世絵師の三代目歌川豊国の 屋敷をイメージし、鯉が泳ぐ池に太鼓橋を渡し、風情ある日本庭園を演出しました。また、この橋下には展示ギャラリーを設置し、地元の協力のもと、豊国の浮世絵を展示していきます。 現在江東区内には約1500人を超える方々が避難をしてきておられることはあのご承知だと思いますが昨年11月に東京都個人タクシー共同組合、木頭支部が被災者を観光ドライブに招待し28組、84名の方が参加されまして大変喜ばれました。 あまあ、とかくですね、えー、家に閉じこもりがちな方々をできるだけ表に出ていただいて、えー、少しでも元気になってほしいという願いから、まあ、こうしたことを個人タクシーの運転手さんたちがやってくれまして、えー、ご自身の個人タクシーを活用して、観光に連れていってくださるということです。で今回は規模を大大幅に拡大してですね 国と支部ということではなくて、組合、共同組合本部の主催で、10月21日に100組、400名を招待をしてくださるということになりました。2点目はです、ね、被災者の健康サポートについてですが、専門職による健康相談や、スタッフのスキルアップを行い、被災者への健康サポートに取り組んでまいります。具体的には 原発事故による避難という未経験の支援業務でありまして、専門家の助言等が必要となりますので、四半期に1回の割合で、支援スタッフカンファレンスという検討会を実施いたします。さらに、被災者が抱えるさまざまな問題に対応するため、年1回ではありますが、研修会を実施いたします。江東ででは、避難生活をを続けられる被災者の方の方負担を少しでも、 軽減できききるよう引き続き努めて参、えーま、りたいいと思います、えー、前にも申し上げましたがあのゲートブリッジの下でですね売店を出して、えー、かき氷や、えー、トウモロコシやラムネやあカットフルーツの販売が始まりまして私も時々フラット寄ってですね、えー、かき氷なんかをあー食べて被災者の皆さんと お話し合いをしたり、まあ,あるいはそこでいらっしゃいいらっしゃいつって声をかけて、えー、できるだけ多く買ってもらおうということで、一生懸命やってますが、まあ、あのおかげさまで本当にですねあそこ、あの何もないところですから、自動販売機しかないですから、あ釣りに来た人、サイクリングに来た人、ゲートブリッジを見に来た人、まあ、かなりの人が土日はおりますんでね、えー、重い 思った以上の売り上げを上げてくれてますあの東雲の方と話しているとかなり国の決定が遅いっていうことのいらちも多いように聞こえるんですけれどもあの区長としてちょっと国政の現状をどう見ているかご意見を聞かせてくださだめだね、はあ、本当に遅いですよ何やるにしてもねで最初当初あそこは1年間限りですよって言っちゃったんですよ国がね あの被災、東雲住宅については、それ、1年で帰れるはずないっていうのは分かるんだけども、分かってるはずなんだけども、そういうこと、私はずいぶん東京都を通じて国に言いましたよ、1年で帰れるはずないのに、なんでそういうつれないことを言うんですかっていうことを、国に対して東京都の,あの都市整備局に強く言いました、で、結果的にはまあ3年間になったわけですね。 だけど、3年間で帰れる保障ないわけですから、だからそういったですねことをしっかりと国はもっとね、あの親身になって、あの方々の立場に立ってね、あのいろいろ検討し、そしてまた決定を速やかにやるべきだと思いますよ。で、まあ、うちの区が、まあ、23区で一番1600人近い人を受け入れてます。地方自治体は 現場でその方々と直接会って話をして、お世話をしたり、相談に乗ったりしている、でそのことをですね国は何か相談ありますかとか、そういったことを国は、区に対して一回も言ってこないよ、そういったところがね、現場感覚離れてるんですよ。 これまでの生ポリオワクチンは、ウイルスの毒性を弱めたものの、生きたウイルスが入っているため、接種580万回に1回の割合で、ワクチンを原因とする麻痺が生ずることが問題となっておりまして、麻痺の心配のない不活化ワクチンの認可が待たれていましたが、 今年4月、ようやく、不活化ポリオワクチンが薬事承認されたことを受け、9月1日より、ポリオの定期接種を生ワクチンから不活化ワクチンへ一斉に切,切り替えることとなり、区としても迅速かつ確実に実施をしてまいります。従来のワクチンは合わせて2回、口から飲むタイプでしたが、これから始める不活化ワクチンは、 合計4回の注射により接種する方式へ変更となります今回の変更によりウイルスによる麻痺の心配がなくなり安心して接種することが可能となりますまあ、費用は1期の3回分は無料、えー、これは区が負担をいたします4回目は現時点では全額個人負担となります 今年度見込まれる追加予算は約3億円と見ておりまして、これは9月の補正予算に計上する予定でおります。なお、本年11月にはこれまでの3種混合ワクチンに不活化ポリオを加えた4種混合ワクチンが導入されることとなっております。 これにて平成24年度第5回区長定例記者会見を終了させていただきます。ありがとうございました。ありがとうございました。